こんにちは、メルルーサ丸岡です。はい、我が家に iPhone 15 Pro がやってきて2日が経ちましたが、すでにファーストインプレッションの動画は上がっているんですけれども、またさらにこの2日間使っていく中で分かったことだったりだとか、ファーストインプレッションの動画のコメントの方でね、いろいろと教えていただいたことなどなどを追加検証していこうと思います。 iPhone 15 Pro の2本目のレビュー動画ということになりますので、この動画だけでもね、もちろん楽しんでいただけるんですけれども、最初のレビューでこの iPhone 15 Pro 全体の感想みたいなところをお話ししています。もしよろしければこの動画の後でもね、今からでも構わないので、ファーストレビューの方もね、チェックしていただけると嬉しいです。はい、ということでファーストレビューからたったの2日間しか経っていないんですけど、結構触りましたのでね、追加レビューの方を行っていこうと思います。それでは最後までお付き合いください。はい、こちらがですね、私が今回購入した iPhone 15 Pro のナチュラルチタニウム 256GB ですね。とりあえずですね、2日間使ってどうなのというところを結論からお話ししてしまうと、めちゃめちゃいいです。 iPad mini 6や iPhone 13 mini と並ぶぐらいには気に入っている端末になりそうですね。そのあたりはね、人それぞれフィーリング等々あると思いますので、今日はもっと多くの人にね、共通する部分をお話ししていきたいんですけれども、はい、まずはチタンボディについてですね、結構ねレビュー記事なんかで傷がつきやすいとかね、指紋が取れないとかいろいろと言われているんですけれども、たったの2日ではあるんですが、そこそこ裸でペタペタと触ってみた感想をお伝えします。最初のレビューでですね、 iPhone 13 mini のアルミボディに比べて、指紋はつくんですけれども、スチールに比べるとかなりマシという表現をしたんですけれども、その後触っていく中で思ったこととしては、指紋をこういったクロスで拭いた後の取れやすさっていう面で言うと、これまでのプロですね、側面がスチールだったものの方が上だなというふうに思っております。確かにこうペタペタと触っていく中で、あからさまに指紋がつきやすいのは光沢のあるスチールの側面ですね。 iPhone 14 Pro まで使われていた素材の方がつきやすいんですけれども、新しい15 Pro に関してはチタンの素材が使われているんですよね。仕上げもね、艶消しになっていますよね。テカテカとしないような見た目になっています。質感的にはまあ若干違うんですけれども、無印シリーズですね、アルミの iPhone に光沢感とかは似ているんじゃないかなと思います。なので表面がザラザラしているというか、表面に凹凸がある素材なんですよね。ツヤツヤしていない分、指紋汚れは目立たないというのはあるんですけれども、手の汗なんかはデコボコしているので染み込みやすいのかなという感じですね。なので指紋がつきにくいのはチタンなんですけれども、拭いた時にサッと取れるのはスチールの割と良いところなのかなと思ったりもしましたね。なので iPhone を裸で使ってる人ってそんなにいないと思うんですけれども、 iPhone 本体の色合いが好きで、こういったようなクリアなケースに入れる場合ですね、直接触らないかつ側面が見えてる状態の場合は、クロスで拭いてあげたスチール素材の iPhone の方が見栄えはいいと思うんですよ。ちょっとね、映像では分かりづらいかもしれないんですが、チタンは今ここにね、ちょっと、指紋汚れですねがついているんですけれども、割とがっつり拭いてあげないと取れにくいんですよね。ちょっと分かりづらくて申し訳ないんですが、私が2日間使った感じでは、一部で言われているように全然指紋汚れが取れないみたいな、 MacBook Air のミッドナイトとかね、販売店で見ていただければ分かると思うんですが、あれはもう指紋が目立ってしょうがないという感じなんですが、あんな感じではなくて、拭いてあげればちゃんと取れるなっていうのが私の印象なんですけれども、もしね、例えば SIM カードを入れ替えるとか、新品で購入したとかで、クリアケースに入れる前に、あ、ちょっと指紋ついちゃったなと、クロスで拭いてからしまおうかなという時には、このスチールのボディの方が手軽に汚れが落とせたなというのはあります。これがどっちがいいとか悪いとか、そういうことではないんですけど、個人的にはまあ見た目というか軽量化がね、チタンの嬉しいところかなと思うので、そんなに指紋については気になっていないんですが、もしかしたら外出先でね、ちょっと手が汚れてしまって、その手で触った場合は、取れづらくなったりするのかななんて思いますね。そこまで気にすることではないですけど、クリアケースを使う場合にはね、ついた汚れがすぐに取れるスチールボディというのも悪くはないなと思いましたね。で、それで言うと、この iPhone 13 mini ですね、無印シリーズのアルミの側面って重量もそこそこ軽いし、チタンと比べてもね、汗染みみたいなものがすごくつきづらいので、もしね、プロ限定の機能が必要なくて裸で運用したいんであれば、割と無印シリーズもおすすめなんじゃないかなと思いますね。 iPhone 15 無印に関しては性能もね、かなり高いですからね。はい、そんなところが2日間ペタペタと触って気づいたところですね。続いてボディについてなんですけど、今回ね、チタンボディで大幅に軽量化がなされましたね。私はね、それぞれサイズが違う iPhone ばかり買っているので、似ている比較対象がなくて申し訳ないんですけれども、実際2日間ねメインのスマートフォンとして使っていて思うのが、確かにこの重さだったら全然許容範囲内かなというところですね。個人的にはこの iPhone 13 mini のね、軽くて小さいボディがすごくお気に入りなんですけど、もちろん
ろんこっちの方が重いんですが、このぐらいだったら全然いけるなという感想です。ファーストインプレッションでお話しした時には 186g とか 7g でしたかね。開封直後だったのでね、当然フィルムも貼っていないしケースにも入れていないという状態でした。ただ皆さんがね iPhone を買った時って多分裸で使う人ってかなり少ないと思うんですよ。この見た目を楽しみたいっていう人でもね、画面保護フィルムぐらいは貼っているんじゃないかなと思います。ということでボディ自体が軽いのは分かったんだけれども、アクセサリー類をつけたらどんな重さになるのかというところで見ていこうと思います。現状ですね、私の iPhone 15 Pro にはガラスフィルムが貼ってあります。前面にガラスフィルムが貼ってあって、背面にはこれはね貼ってる人少ないかもしれないですけど、レンズ用の保護フィルムも貼ってみました。まずはこの状態で重さを測ってみますね。はい、本体にレンズの保護フィルムと画面保護フィルムをつけた状態の重さっていうのが 199g ですね。レンズが1枚 1g の画面のフィルムがだいたい 10g という感じですかね。ガラスフィルムだとだいたいどれも 10g 前後なのかなという感じです。はい、なので 6.1 インチの iPhone 15 Pro の場合は196から 8g ぐらいになると思ってもらえればいいのかなと思います。はい、なので最低限の装備で iPhone 15 Pro を使う場合にもまあまあ 200g 近くにはなってしまうのかなという感じですね。とはいえ 13 Pro とか 14 Pro で重たいなと思っていた人も画面フィルムは貼っていたと思うので、そこの差で言ったら同じという感じですが、まあ、実質運用する上では最低でも 200g だと思った方がいいですね。でここからさらに多くの人はケースをつけていると思うんですが、はい、以前紹介したケースコーのマグセーフリング付きのケース、こちらが 40g ですね。だいたいマグセーフ付きケースの相場ぐらいの重さだと思います。中にはもうちょっと軽いものもありますけど、こういうシンプルなケースでマグセーフなしだと25から 30g になるかと思いますが、マグセーフありだとだいたい 40g 付近になりますね。 240g ということで、まあ、そんなにめちゃめちゃ軽いっていうほどでもないなという印象ですよね。ここからねさらに人によってはマグセーフのバンカーリングをつけたりウォレットをつけたりすると思うので、どのぐらいになるのかなと想定していただければいいのかなと思います。ちなみにこちらピクセル7ですけれども、ピクセル7にガラスフィルムをつけてケースをつけて、私の場合はマグセーフのリングをつけていますが、この状態で 236g なので、チタンボディによって軽量化されたとはいえ大体のスマートフォンの相場ぐらいになったっていう感じですかね。 iPhone のプロシリーズとしてはめちゃめちゃ軽くなったよっていう感じなんですけれども、似ているサイズ感の他のメーカーのスマートフォンと比べると、まあ、普通ぐらいというのが正直なところかなと思います。ただですね、手に取った時のバランスというのがこの iPhone 15 Pro 非常にいいなと思っていて、 iPhone も他のスマートフォンも基本的にはカメラって上の方についてますよね。割と持った時に前のめりになってしまうような印象だったんですけど、 iPhone 15 Pro になってからはそれは感じないといえば嘘になりますが、かなり改善されているなと思います。バランスが良くなったなと思っています。前回の動画にコメントいただいたんですけど、おそらくカメラ周りもチタンで作られているから若干軽くなっているんじゃないかと、それで全体的にバランスが良くなっているんじゃないかとコメントをいただきまして、ああなるほどという感じでしたね。あとは発表会の中で確か言っていたと思うんですけれども、内部のパーツにもアルミを使って軽量化しているみたいな感じで言ってたと思うんですが、それもあって端末自体の重心のバランスっていうのがすごく良くなっているのかなと思います。はい、そんなところが重量に関してですね。はい、で前回の動画で触れなかったところなんですけど、本体のスピーカーですね、これがかなり良くなってるんじゃないかなと思いました。で音量を最大から 1,2,3,4,5,6 回下げた値でやってみようと思いますが、まずはこの iPhone 14 Pro Max から聞いてみましょうか。マイク越しなのでね、かなり分かりづらいかもしれないですけれども、全体的な感想で言うとより空間的な音が出ているなという感じがしました。もちろんスピーカーのチューニングも変わっているんでしょうけども、多分チタンボディなのかスチールボディなのかっていうので鳴り方が変わっているんじゃないかなと思っていて、 iPhone って全体的にかなり音が良くてですね、この 14 Pro Max もめちゃめちゃいい部類だと思うんですけど、よりクリアな感じで音がはっきりと聞き取りやすいなという印象でした。サイズの違いはねあるのでそこも関与しているとは思うんですけれども、なのでスマホ
ホで音楽をねよく流す人にもすごくおすすめな1台かなという感じですね。はい、というところでここまでですねスマホとして日常使いですね丸1日から2日使ってみた感想をお伝えしたんですけれども、ここからはですねカメラとかタイプ C とかガジェット好き的な観点で見てこの15 Pro ね2日間使った感想をお伝えしようと思います。まずは最初のレビューでタイプ C ポートを使って Mac へ動画の転送をした場合、有線接続でライトニングケーブルと速度が変わらなくなってしまったというところでお伝えしたんですけれども、このあたりもコメントをいただいてですね、私その時に使ったケーブルっていうのがサンダーボルト3といって、はい、これは Apple 純正のものですけれども、これとねもう一種類同じ規格のサンダーボルト3のケーブルを使って試したんですね。 iPhone 15 Pro についているタイプ C ポートよりも通信速度が高いものなので間違いなくポテンシャルを引き出せるだろうということで使ったんですが、コメントで教えていただいたのがどうもサンダーボルト3ケーブルを使うと USB2 で認識してしまうというそんな罠があるのかっていう感じなんですけど、サンダーボルト3ケーブルがあまり芳しくないということだったみたいです。でですね USB3.0 のケーブルとかを使えばうまくいきますよと教えていただいたのでもう一度試してみようと思います。前回と同じくイメージキャプチャーという Mac 純正のアプリで取り込んでみようと思います。イメージキャプチャーで前回 5GB のファイルの転送をしたんですけれども、このサンダーボルト3ケーブルだとライトニングケーブルと同じで2分以上かかってしまったんですよね。まあ、ソフトウェアアップデートが入りましたね。もしかしたらこれが原因説もあったりしそう。はい、ではでは無事つながりましたのでこちらの 5GB の動画ファイルですねダウンロードしてみましょう。はい、まずはこちら Apple 純正のサンダーボルト3ケーブルですね。果たして速度はどうなるんでしょうか。せーのスタート。お、かなり早いですね。これは問題なさそうです。19秒、問題ないですね。ソフトウェアアップデートの問題ですかね。ファーストレビューの時はですねイメージキャプチャーでつないでもアップデートのダイアログというのは出てこなかったんですけど、今回ね接続した段階でアップデートしますかというふうに出てきました。ソフトウェア側のね対応がなされたということなんですかね。前回のレビュー動画では2分20秒ぐらいかかっていたんですけれども、はい、今回はね無事 5GB のファイルを20秒で転送完了ということで、いやこれですよね、当初は無印 iPhone を狙っていた私がプロを買った理由の一つです。この速度だったらガンガン iPhone で動画を撮れますね。一応じゃあサンダーボルトではないこちらの USB3.0 のケーブルも使ってみますか。 USB3.0 で転送した時の速度を見てみましょう。はい、 USB Type A なのでねハブ経由でつなごうと思います。せーのスタート。うん、早いですね。サンダーボルトケーブルほどではないですけどライトニングに比べたらもうかなり早いです。28秒ですね。うん、十分すぎますね。もうこれで安心して iPhone で重たいファイルを扱えますね。はい、というところで転送速度問題に関しては無事解決することができました。教えてくださった方と、あとはね速攻でアップデートしてくれた Apple さんに超感謝でございます。ちなみにふと思ったんですけど USB Type-C のハブってしっかりと iPhone 15 Pro で使えるんでしょうか。 SSD をハブ経由で読み込めるのかどうかですね。これでファイルアプリを開いて、お、しっかりとハブ経由でも認識されていますね。これはかなり幅が広がりそうです。でこの状態でひょっとして充電もできちゃう。おー、これは便利。ということはこの状態で SD カードとかもいけちゃいますね。いけてますね。これは素晴らしい。 iPhone をスマホとして使いたい人にとっては全然いらない機能かもしれないですけど、 iPhone 自体をカメラ的に使いたい人だとか、あとはあの一眼カメラとかをね持って出かける機会の多い人なんかはライトニング専用の SD リーダーとかね、そういうものを持ち運んでいたと思うんですけれども、これからは PC と共通のものが使えるわけですね。さらに給電もできて SD だけではなくストレージとかねその他の機器もいろいろとつなげるということで、これは超進化ですね。 iPhone 15 シリーズの Type-C ポートに関しては映像の出力にも対応したということなので、ちょっと HDMI も試してみようと思います。はい、 USB ハブの HDMI 端子からモバイルモニターに出力してみようと思います。うん、ハブ経由では映らなそうですね。じゃあ Type-C から直接行ってみると、お、映りましたね。まあ、ただ PC 用のモードとかではないので iPad のステージマネージャーなんかと違って普通にミラーリングされている感じですね。はい、試しに YouTube を見てみるとこんな感じですね。今は縦画面なんですけど横にすると、まあ、全画面ではないですが、この方向で映し出すんではなくちゃんとね横画面になって広がってくれるという感じですね。 YouTube なんかを大きな画面で見たい場合に役立つと思いますし、あのあれですね X リアルエアーとかをつないでいる方もいらっしゃいましたね。サングラス型の外部ディスプレイですけども、ただ外部の画面出力に関しては今のところミラーリングだけなので、ビジョンプロもね今後出てくるのでそのあたりも何か起こりそうな気はしていますけども、今回試した結果では HDMI 経由ではなく Type-C ポート同士でね直接つなぐと出力することができました。 USB ハブの相性問題とかもあるかもしれないですね。
はい、続いてはですねカメラについてですね、前回の動画では動画性能について軽く紹介したんですけれども、今回ね他の機種と写真を取り比べてみたので、そちらをチェックしていこうと思います。今までの iPhone14 シリーズってプロモードで RAW の4800万画素か JPEG の4800万画素か普通のモードで1200万画素かというところだったと思うんですけど、今回の15シリーズからはその中間のですね2400万画素ですね、24メガピクセルを選べるようになりました。なので容量はそんなに食わないんだけれども、今までの通常の写真モードよりかは解像度が高く写真が残せると。私は iPhone で撮る写真でいうと一番多いのは掲示物をパシャリと撮ったりだとか、紙媒体のものをデジタルで残すために使うということがすごく多いんですよ。その上で重要になってくるのがどのぐらい文字がしっかりと写るかという部分ですね。そんなところで今まで使えた1200万画素それから4800万画素と今回から追加になった中間の2400万画素それぞれどんな感じかというのを、同じ位置から同じ掲示物を撮って iPhone の画面をピンチした場合にね、どのぐらいくっきりと文字が見えるのかというところをチェックしてみました。まずね元の写真がこんな感じです。結構遠いですよね。だいたい 1.5 メートルぐらいですかね、離れた状態でメインのレンズを使って iPhone14 Pro Max の1200万画素ですね、 JPEG モードと iPhone13 mini の1200万画素ですね。でこちらが iPhone15 Pro で撮った24メガピクセル2400万画素の画像、 iPhone15 Pro で撮った48メガピクセルローモードですね。で最後に一応ですね iPhone14 Pro Max を使って4800万画素の JPEG の画像も撮ってみました。ということでそれぞれピンチしていってどの程度違うのかを見ていきましょう。はい、まずはそこそこ新しい iPhone14 Pro Max の1200万画素のモードですね。はい、こちらを拡大していくとこんな感じで、今回ね iPhone は究極で最高のiPhone という文字の羅列をバッと書いてみたんですけれども、どうですかね、読めなくはないですけどだいぶ荒いというか、 A4 の用紙に対してこのぐらいの文字サイズですね。だいたい見出しがあって本文ぐらいのサイズ感だと思うんですけれども、だいたい1メートルから 1.5 メートルぐらい離れてパシャリと広角レンズで撮った場合はこのぐらいの荒さになってしまいます。もうちょっとちっちゃい文字だったら読めなくなりそうですよね。で同じく1200万画素の iPhone13 mini ですね、2世代前のもの、ちょっと近めに映る大きめに映るものですけど、まあ、これもですね同じく拡大していくとこんな感じで読めなくはないんだけど、もっともっと小さい文字になられたらちょっと困っちゃうなという感じですよね。はい、ではそうですね、一旦24メガピクセルは飛ばして iPhone14 Pro Max の4800万画素の画像を見てみましょう。全然にじみがないというか、漢字がねこれだけくっきりと読めるということはもっともっと小さい文字でも読めるんじゃないでしょうか。これが4800万画素4倍の画素数の力ですね。ローモードになってくると解像度が上がるような感じですかね。まあそんなに変わらないですけど、よりデータがしっかりと残っているような印象ですね。これは iPhone15 Pro のローなんですけど、iPhone14 Pro でもねこういった撮影だったらほぼ変わんないと思います。じゃあそれに対して24メガピクセル2400万画素今回の iPhone15 シリーズから入ったこちらの機能はどうなんでしょうか。ファイルサイズで言ったら1200万画素から1メガバイト上がった程度ですね。はい、こんな感じですね。1200万画素と4800万画素の中間ぐらい。ただこの文字よりもっと小さい文字を書かれてもまあ読めそうかなという感じですね。はい、ちなみに1200万画素の iPhone13 mini はこんな感じですね。風景とか何か物を撮るよりもこういった小さな文字を読みたいっていう需要で画素数って結構重要なんじゃないかなってスマホに関しては私は思っているんですけれども、ただでさえ高くなっていく iPhone のストレージを上げるともっと高くなっていってしまうので、できれば節約したいですよね。そんな時に割としっかり文字が読むこともできて、なおかつファイルサイズも4800万画素に対して半分ぐらいで済む、そんな2400万画素が今回から選べるようになったというのは非常にいいポイントなんじゃないかなと思います。はい、掲示物を撮るというもしかして人によっては全くやらないようで比較してしまったんですけど、まあこれがね一番わかりやすいのかなというところで、今までの iPhone とストレージ容量はねそんなに変えたくないんだけど、もうちょっと写真がくっきり写ればいいななんて思っている人には、今回の15シリーズから実装されている24メガピクセルの JPEG 写真っていうのはすごくいい選択肢なんじゃないかなと思います。はい、で最後に前回ねお伝えしたので動画については軽くにしますが、外部 SSD に収録できるのはすごくいいなと思っていて、前の動画で使っていたこの SSD に関してはどうやらね結構防塵加工とかがしてあって熱がこもりやすいみたいで1時間ぐらいで止まってしまったんですけど、私が持っている他の SSD で試したところ、 SSD がパンパンになるまでですね、その時は 1.3TB ぐらい空いてたと思うんですけど、しっかりと取り進めることができました。その時間がなんとですね3時間収録できましたね。私のこの iPhone256GB で、空いてるストレージが多分 100GB 以上あるんですけど、プロレスモードだと30分ぐらいしか取れないんですよ。今度から外部の SSD に収録することができるようになったので、まあ、これはね1時間ぐらいで止まってしまったんですけど、もうちょっと
熱耐性の高いものを選べば iPhone のストレージにね3万円とか6万円とか払うまでもなく、今ね 2TB の SSD って確かもう2万円とかしないぐらいで買えると思うので、これはねやっぱりかなりいい機能だなと思いますね。ただ個人的にちょっと残念だったのが、外部収録って本当にプロレスしか撮れないんですよ。純正のカメラアプリの場合はこんな感じでつなぐと USB-C と出てきてくれて外部収録ができるようになるんですけど、これがねプロレスモードの時だけなんですよね。このプロレスモードを解除してしまうと USB-C の文字が消えてしまって内蔵収録になってしまうので、はい、まあまあそんなところで嬉しい進化ではあるんですけれども、普通の動画でも使えたらよかったなと思っております。はい、そんな感じで私の YouTube カメラとしてもこれをねどんどん運用していきたいんですけれども、実はね昨日いろいろと試行錯誤してですね、最強の自撮りカメラを生成してしまいました。これでもうね Vlog でも何でも来いっていう感じですよ。はい、ということで前回に引き続きですね、前回の動画で触れられなかった部分だとか新たに気づいた部分、コメントで教えていただいたことなどなどを踏まえて丸2日使用レビューをしてみました。かなり雑多にお話ししてしまってはいるんですけれども、皆さんの参考になれば幸いでございます。はい、というわけで長らくご視聴いただきましてありがとうございました。まだまだこのチャンネルでも iPhone 15 Pro のお話とかね、周辺アクセサリーのお話なんかも動画を作っていこうと思っておりますので、今後とも見ていただければかなと思います。今回の動画が気に入っていただきましたら、チャンネル登録やグッドボタンで応援のほどよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。メルルーサマルオカでした。バイバイ。